ハグランと申します。今より300年前、徳川宗春公によって始まった芸どころ名古屋、はるかその先である現代まで脈々と受け継がれる伝統、そして新たに紡いでいく文化を表現いたしております。会場の皆さん、峰山陶芸祭お楽しみいただいてますでしょうか。私たち神楽、この会場の雰囲気をガラリと変えるような演舞を皆様に精一杯心を込めて表現いたします。どうぞ皆様、ご声援手拍子よろしくお願いいたします。神楽、思い馳せるは遥かその先、一人でも多くの方が見られますよう、お申し上げます。
ご覧ください。ぜひ思いやりの気持ちを持って皆さん座って鑑賞の方をお願いいたします。さあ続いてのチームをご紹介します。続いてのチームは大木の皆さんです。名古屋市緑区で活動しています大木です。それではお聞きいただきます。